向井は中華人民共和国河南省洛陽市出身のサッカー選手。中国サッカースーパーリーグ上海上校所属。中国代表。ポジションはミッドフィルダー、フォワード、ディフェンダー。17歳でプロデビューを果たし2007年にオランダのフィテッセに移籍。フィテッセでは出場機会に恵まれず、出場確実と思われていた北京五輪も怪我により、 出場できなかった。北京五輪後、古巣の先生たから、坂へ、奇襲陣はに復帰した。2013年足強売決勝では同年、アジア王者の甲州久次第から2戦で3得点挙げて、優勝に貢献した。2015年に、上海上皇に移籍、移籍金は5000万元と推定される。スウェン・ゴラン・エリクソン監督の下で本職のウィングでは、なく、 主にボランチで起用され、同年のリーグ2位に貢献した。2018年シーズンは、左サイドバックのレギュラーとして起用されている。代表を2009年4月のサウジアラビア戦で、郝広島監督のもとで、A 代表デビュー。2010年日本で開催された東アジア選手権、韓国戦では、先制点となるヘディングを決め、32年ぶりの韓国戦勝利に貢献した。 アラン・ペラン監督時代には強いフィジカルを生かして CF 起用され2015年アジアカップではサウジアラビア戦で決勝点を決めた。ありがとうございます。